はい、皆さんこんにちは、こんばんは。いやー、ようやく来ました。2週間待ちに待ちました。はい、何を待ったかというとですね、年末にね、このポータブックを買ったわけですけどもね、そしてお正月の間ね、いろいろ楽しみました。で、もう今ここ見えてますけどね、ここサムソン製の 64GB のマイクロ USB をアダプターつけてこう挿してるんですけども、ポータブックお持ちの方はね、もうお分かりの通り、通常のね、このアダプターだとね、こんだけ、もうね、外にはみ出る。ね、これね、上から見るとこんだけはみ出てるんですけどね、これ裏返してみるとね、アダプターこんな感じでね、刺さってるんですよ。これね、スタイリッシュじゃないですよね。ね、こんな感じでね、横にね、こうスロットがあるわけですけども。で、私はね、今回何を買ったかというと、こっからね、ビローンとこうね、はみ出さないようにするためのアダプターというのをね、注文してたわけですけども、注文してから2週間ね、約2週間待ちに待ってやっと来ましたので、それをね、これにつけてみたいと思います。はい、で、その前にこのね、サムソン製のね、これですけど、通常のアダプターも一緒ですけどね、このポータブック、ここのね、スロットをね、スプリング機能ないんですよ。スプリング機能っていうのはよくね、こう USB をこうカードを挿した時、プチッと押してね、跳ね返ってこう抜けるっていうね、機構のやつがありますけども、これはね、もう挿しっぱ、もうね、普通に手でこうマニュアルで抜くだけ、もう何もね、こうカチッとロックも何もない、刺さるだけというようなね、これちょっとね、チープな作りになってます。はい、ね、今こんな状態でね、これが通常のアダプターですね。ね、これが SD カードサイズになってますね。これがここに刺さるということです。で、ここに黄色でね、ちょっとちらっと見えてるのが、ね、ちょっと外しましょう。ね、ここで見えてるのがね、見えてるのはこれがね、マイクロね、SD なんですよ。あっと、硬い。もう抜けない。なかなか抜けない。はい、ここね。これをね、こう刺してるわけですよ。はい、で、これをはみ出さないようにするためのアダプターということで、私が待ちに待ったこのね、サンワサプライさんのこのアダプター、これをね、ちょっと開封していきたいと思います。これがね、待ちに待ったね、アダプターでございます。サンワね、サプライさんのアダプターですけども、もうここに書いてある ね、出っ張らないということで、マイクロ SD から SD カードへの変換アダプターということでね、ピンク色のところにね、MacBook Pro とか MacBook Air ということ書かれてますけども、そういったね、デバイスによく使われているアダプターを、今回、ポータブックに流用しようかということですね。じゃあ早速ね、これ開けてみましょう。チャラララーンということで、よいしょ。なかなかね、嫌がってね、出てきてくれません。はい、よいしょ。はい、こんな感じですね。ちょっとね、アップにしましょう。はい、こんな感じになっております。はい、なかなかね、コンパクトですね。確かに、はい、いいんじゃないでしょうか。こうやってね、横に並べてみるとコンパクトさが分かりますね。こうやってみるとね、重ねてみるとね、分かりやすいですかね。はい、サムソン製さんのね、このアダプターにこう抱かしてみるとね、白く見えてるとこがサムソン製なんで、この分だけね、サマーサプライさんのこのアダプターが短いということですね。幅はね、ほら、同じ幅ね、当然ですけどね、こういった具合で、この要は短い分だけはみ出しが少ないということです。じゃあ早速ね、このサマーサプライさんのこのアダプターにマイクロ SD カードを挿して、なおかつポータブックに挿してみたいと思います。サンワサプライさんのアダプターにマイクロ SD カードを挿すんですけども、短くなったからといって同じ方向から挿すんではありません。実は、このね、サンワサプライさんのやつ裏返すとこんな感じになってます。はいですね、こんな感じでここにね、挿すんじゃなくて、実はね、こう横に挿すようになってます。はい、ここにね、こんな感じで挿します。だから通常のね、SD カードだとこっち側に挿すんですけどね、こんな感じで横にね、挿すタイプになってます。サムソン製のね、やつと比べれば分かりますけどね、通常はこのお尻に挿すんですけども、はい、この横からね、挿す感じになります。じゃあ早速ポータブックに入れてみたいと思います。
ポータブックを持ってきました。ここにね、スロットがあります。わかります？ここへこんでるところね、ここにまあこれを挿すわけですけども、はい、向き的にはねこうなりますね。はい、じゃあここにねちょっと挿してみましょう。よいしょ、こんな感じで、はい、どうでしょう。端っこからすっきり、すっきりつらいちぐらいになりましたね、ここね。はい、こんな感じで、上からだと、上からだともう出っ張りが分かりません。はい、横からもね、ほぼほぼ分かりません。で、裏返すと若干ね、若干ここが分かるということですね。ただね、すっごく、すごくね、これね、もうね、ほぼほぼつらつらなんで、で、しかもこれスプリング機能がないんで、自分でね、こう引き出すにはね、すごい引き出しにくいんですよ。でね、これじゃあどうやるかっていうと、実はね、この SD、このアダプターのね、上に、ちょっとね、溝が切ってあって、で、ここにね、爪を引っ掛けて、ギュッと出すというような感じでね、すごくね、一回刺すと、なかなかね、出しにくいという欠点があります。で、さっき言ってた溝をね、ちょっとね、アップにしましょう。見えますかね？ここにね、このね、先端にね、わかるかな？ここ。あ、今ちょっとね、光でわかるかな？細くね、ちょっとスリット切ってあるでしょ。ここのね、端っこにわずかに爪を引っ掛けて、ガッとこう抜き出すような感じね。ここに爪を引っ掛けて、ガッと抜き出すような感じ。だから、ほぼほぼね、これこう、スロットの中に入ってると、もうツラツラなんで、ここのね、溝にこう爪を引っ掛けるのがね、非常に大変です。ただね、こう見栄え的にはね、こうつらつらになったことで、非常にね、非常にこの引っかかりもなくね、非常にスタイリッシュな感じになったんじゃないでしょうか。はい、もう一回ね、じゃあサムソン製の通常の SD カードね、挿した場合どんな感じかっていうのをちょっとね、戻してみたいと思います。はい、これがね、通常の SD カードを出した場合、私が3はサプライさんのアダプターを挿した場合。ということでね、今日ご紹介したのは3はサプライさんから出されてますマイクロ SD カードから SD カードへのアダプター、変換アダプターかつ出っ張らないというね、短めのものをね、ご紹介しました。まあね、私これポータブック用に買いましたけども、 MacBook Pro、 MacBook Air ね、お使いの方ね、使えますんで、こういうのね、ご利用されてはいかがでしょうかね。興味ある方 Amazon.com なんかね、覗いてもらったり、このね、サマーサプライさんのホームページからね、購入いただくとか、いろいろねやり方あると思うんで、ちょっとねググってみてください。はい、では次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまた。